はい、ありがとうございます。先ほどまでは鈴木さんが今何をしているのかっていう部分お話をお伺いしたんですけど、この動画ではコンフロントワールドでいろいろされてるっていうお話をお伺いしたんで、ちょっとそこの部分お伺いしようかなと思ってます、はい、コンフロントワールドってどんな団体なのかって改めて簡単にお聞きしてもいいですか。はい、やっている事業は大きく2つあって、1個が海外事業、もう1つが物販事業、物を売る事業で、海外の事業だとウガンダとタンザニアでありますね。で、物販で物を売る系の事業でペルーのものと、あとウガンダのものとっていう2種類あります、うんうん、あ、ウガンダの物販があるんですね。あ、そうなんです。ウガンダ何売ってるんですか。ウガンダはアフリカ布を使った小物だったりとか、はいはいはい、あとカゴですね。へえ、そうなんですね。で、今のお話からしたらコンクロントワールド1回も出てきてない。僕の中ではアラバマIT みたいな感じしか出てこないですけど、そうです。ここどう繋がったんですか。きっかけは代表の新井に会ったことですね、はいはいはい、ああ、そうなんですね。え、どこで会ったんですか。アフリカ系のイベントで。アフリカ系のイベント、ざっくりあ、そうなんですね。それ何年前に会いました。会ったのが3年半ぐらいです。なんで参加したんですか、そこは。たまたま Facebook とかで見つけたイベントで、うん、あ、そうなんだ。そのアフリカのイベントには誰が主催やってたものなんですか。そういうアフリカ系のコミュニティの普段イベントをやったりメディア運営してたりするようなところが主催してやっている。へえ。誰も知り合いないのに一人で急に行って、怖っとりあえずアフリカのコミュニティっていうのにアフリカのコミュニティ入りたいと思ったんですか。そうです、アフリカに呼ばれてる気がしてて。なんで？で、その頃ツイッター始めたんですよ、はいはい、アフリカに呼ばれてる気がするっていう名前。なんでそれ？アフリカに呼ばれてる気がする。とりあえずアフリカってつくのにはめちゃめちゃ行きまくってた時期ですね、うんうん、なんで呼ばれてる気がするって思ったんですか。気づいたら関わる人関わる人みんなアフリカに関わる人だったんですよ。なんでじゃあそれでアフリカのイベントに行きました。イベントに行った時って別に新井さんと2人でいるわけじゃないじゃないですか、うん、はい、いろんな人いるわけじゃないですか。そうですね。その中でなんで新井さんと決まったんですか。ちょうどその直前に新井さんのブログを読んだ直後だったんですよ、はい、で、あ、この人だと思って。どんなブログ書いてたんですか。私が国際協力副業って調べて、うん、一番トップに出てきてて、こういうのもあるんだなって思ってた翌日に新井さんにお会いしてえ、実際どうでした。それで会って話をしてみて面白いなって思ったし、両方やりたかったら両方やればいいんだなって改めて思ったっていう感じ。あ、そうなんですね。じゃあそれがきっかけでコンフロントワールドに参画していくような感じなんですか。そうですね、気づいたら一員になってましたなるほどね。じゃあ先ほどのコンクリートワールドの業務は物販もあるし、はい、まあ、いわゆる海外事業もあると、鈴木さんはどんな業務をされてらっしゃったんですか。入った当時は、うん、そもそも今でこそこんな海外事業物販事業って言ってるんですけど、当時はそんなのもなくって、うんうん、このメンバーが中心にこんな事業があって、このメンバーが中心にこんな事業があって、ね、ただ例えばテスト期間で忙しくなって来れないと連絡取れなくてとか、うん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 、結構そういう状態だったので、何をしたらいいかっていうのを考えるところからで、うんうんうん、メールのツールを入れてみるとか、スプレッドシートのレベルとかですけど関数組んで在庫管理表を作るとか、そういうこれどこにあるんだろうみたいなのの情報を集めるみたいなこととかを勝手にこそこそとなるほど、ね、やってました。あ、でも全然いいですねじゃあ最初はそういう枠組みって言ったらあれだけど、はい、ベースラインを作ってた感じですね、はい、え、じゃあ今は何してるんですか。今はいろんなことしてます。その枠組みを作ってた時期と、うん、その次の段階で物販をやってた時期があっての今っていう感じです。あ、そうなの。物販は何してたんですか。物販は物販事業の責任者と、あとその頃は理事もやっていたので、まあ、理事と物販責任者っていう形で全体で最初こまごましてたんですけど、物販事業の中でそれをやってたっていう時期が一時あって、あ、なるほど。それを経ての今は事業とかも他の方たちにやっていただいてて、あとは基本外部であるイベントとかには絶対いつも出るようにしていたりとか、うんうんうん、そういう感じ。外部のイベントっていうのはコンフロントワールドが主催する主催している外部に対してのイベントに対しては確実に参加する。そこは絶対参加するとか。なるほどね。じゃあ今コンフロントワールドに鈴木さん関わってるじゃないですか、はい、で今やってる業務もあると思うんですけど、自分は今後こうしていきたいなみたいなのあるんですか。明確な計画はないですね。ああ、そうなんですね。ただ今やっていることは続けていきたい、あとコンフロントっていう団体にも続いてほしいし、じゃあ続くために必要なことは何かっていうのは考えたいしっていう。なんで続いてほしいと思うんですか。コンフロントって団体が社会にあることに私は意義を感じてます、うん、どういう意義感じるものなんですかね。新しい社会との向き合い方、関わり方、うん、国際協力っていう言葉になるかもしれないですけど、うん、国際協力にもこういう考え方、関わり方っていうのがあるっていうのを、今全然関わりを持ってない人に広げる力をコンフロントは持ってるかなと思って。あ、そうなんですね。なるほど。実際じゃあ鈴木さんから見た自分は今後
後こうなりたいみたいなのってあるんですか？今いろんなところにいるんですけど、それを自分をきっかけにそこの人たちを交差させたい。なるほどね。交差させる機会。今鈴木さんがいらっしゃるのはコンフロントワールド、自分の会社、もっと他にもあるってことですか？あと個人で関わってる子どものキャリア教育系の事業があったりとか。へー、そんなのあるんだ。そういうのにも関わらせてもらっていて、すごい分かりやすい話で言うと、例えばデータ系のコミュニティにも関わってるんですけど、そのコミュニティの方が全然知らないところでコンフロントのマンスリーパートナーになってくださってたりとか。でもそれって今 NPO とか国際協力に興味を持たれてた方ではなくて、たまたま私を知ったっていうだけで関わってくれたって、それは結構嬉しかったりとか。あと自分の友達でもコンフロントのクラファンをきっかけに初めてクラファンを見て、でそれ以降コンフロントだけじゃなくてクラファンのサイトを見るようになって、こういうのもこの間寄付してみたんだよねみたいな話をもらった時に、その積み重ねってすごい大事だなとか。それこそ NPO 法人に入って初めて分かったことですけど、500円しかではなくて500円があるからできることってものすごく大事だし、それを続けられることとか、誰か一人が見てくれることってすっごい大切なことで、ってなった時に自分個人っていう単位でもそれを増やしていきたい、一つずつでも。別にコンフロントに寄付を入れるとかではなくっても、社会に対してこういう視点を持つとか興味を持つとか。私の母もウガンダのブタンバラ県って言ったらもう通じますしなんかそういう感じを一つでも増やしていきたいとかは結構あります。そうね、まあ、だからそれを認知してるか認知してないかは自分ごとして捉えられるかどうかに紐づくじゃないですか、でももともとその人に会わなかったら知らなかったわけじゃないですか、だからそれは鈴木さんがいる存在価値ですよね。鈴木さんの周りでコンクロントワールドとかウガンダとか、そういったところのことを知らなかった人たちが鈴木さん経由で知ることができる、これはすごい価値だと思ってるんで、そういったことを今後も増やしていきたいみたいなイメージですかね。はい、で、コンフロントの団体としてもそれは増やしていきたい。なるほど、ね、メンバー一人一人がそれを持っていると思うし、事業自体もいろんなところにアプローチしてる分その可能性があるなと思ってるので、それは団体としても個人としても増やしていけたらなと思って。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になんですけど、2つあって、1つは IT を今後学びたい人、どういう風にしたらいいかっていう部分と、あともう1つは今後国際協力に携わりたいなと思ってるけどまだ動けてない人たちにアドバイスするとしたら何なのかっていうところの、こう2点アドバイスしていただいて終わろうかなって思ってます、どうですか？海外に興味を持ってる方がこれを見てくださっている前提でいくと、旅とか好きな人、新しい世界を知る、見るとかが好きな人は IT は楽しいです、絶対に飽きないです、どん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 変わっていくし、違う意味の言語とかありますし、なんかそういう意味で新しいことを知っていくみたいな感覚で IT とかをやっていくと、面白いから、文系理系とか関係なく、外国語、英語、ドイツ語、新しい言語を学ぶのと同じような感覚で IT って世界もちょっと覗いてみると面白いかもしれないです、そうですね、アドバイスになるかわからない。はい、はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、ただちょっとボトルネックがあるのが参入障壁がちょっと高いですよね。 IT の本を一冊買っただけだったら難しいじゃないですか。そうですね。だから周りに IT の知見を持ってる人たちがいたら、その人めっちゃ聞くとか、未経験でも OK なところにちょっと入ってみるとか、そういったところでノウハウをもらってやると本当に楽なんで、そういった感じでやってもらえると嬉しいですよね。今見えてるこれ問題だなみたいなところに対して、あ、これを解決したいっていう、そっち主体でやっていくとおのずとめちゃくちゃ面白いですよね、 IT は。なるほど、ありがとうございます、あと国際協力の人たちのアドバイスなんかありますか？何でもいいからやってみてってことじゃないですかね国際協力っていうとものすごい大きなことをしなきゃいけない、じゃあ現地に行かないとできないのかっていろんな視点があると思うんですけど、私はそんなことないと思ってて、例えば私って特殊な立場かもしれないですけど、事業に直に入っていくっていうよりは事業をやっていくそこの組織に関わるとか、でそれって結構必要だと思っていて、団体が続かないと事業って続けられないので、そういう視点もあったりだとか、関わり方っていう視点でもコンフロントで言ったらみんな専業スタッフゼロで、学生メンバーで社会人スタッフがいるみたいな形で、そこって事業を進められれば偉いとかではないじゃないですか、だから自分がどういう関わり方をしたいかで、この人みたいにできないではなくて、自分だったらどんな関わり方できるかなっていうのを考えて、機会があったらやってみる、で、無理だったら変えてみるとか、やってみないと無理かどうかも分かんなかったりするので、とりあえずやってみる、すごいことは目指さないとかですかね。まあそうっすよね、国際協力ってすぐに変わるわけでもないし、まあでもやりたいと思うんだったらすぐ行動してやってみたらいいんじゃないっていう話ですかね、はい、あと声に出すと声がかかったりとか。ああ、なるほどね。私もそんな感じで紹介してもらってた。そうか、こういうことやりたいって Facebook でポンって投稿したら、この人紹介してあげるよっていうコネクションができるかもしれないと、本当にそうですね。なるほどね。あ、それかコンフロントに来
っていただければいろんなつながりがもしかしたら確かに確かにリンク概要欄に貼っておきますので、はい、興味ある方はぜひご覧いただければなと思います、はい、今日はですね国際協力の中でもコンサルとして働かれていてかつ今コンフロントワールドでもいろいろされていらっしゃる鈴木さんにお越しいただきました。この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンと、はい、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。